何を隠そう、私はオークションでボロ儲けする男だぞ。はい、ということでね、サムネイルにも載せていましたが、こちら女神転生の悪魔召喚録というフィギュアがございます。これね、絶版品になっていて今では手に入らないんですよね。で、だから今週ね、これシリーズがいろいろあって、それを集めています。で、そこを集めているとダブったものがありますので、それをオークションに出したら結構なね、価格になるんじゃないかなと思いましたので、今回はね、悪魔召喚録のフィギュア、ちょっとね、いくらぐらいになったのか皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それではですね、どのような商品を出品したかちょっとご紹介しましょう。まずですね、こちらリリム、ミカエル、ガネーシャ、パールバキ、キングフロスト、ヨシツネとなっています。で、ヨシツネの方はシークレットなので、こちらね、珍しいということで希少価値が高いので若干高くなるかなと思うんですが、こちらボンシュール出品するとき、いつもこだわっています。1円スタートの送料無料なんです。なので絶対に誰かは買ってくれるんですが、まあ、いくらぐらいになるかわかりませんので、今出した写真は出品した時の写真でございます。ではこちらがですね、落札された金額がいくらぐらいになったのか見ていきましょう。ねえ、もうね、絶版品ですから、だいぶこちらね、価格はね、高騰してますよ。しかも未開封、箱は開けてますけど袋は開けていません。未開封ですね。ではこのようになりました。リリム530円、キングフロスト800円、ガネーシャ560円、ミカエル1100円、ヨシツネ1500円です。そしてパールバティ310円です。はい。これをね、全部ひっくるめて換算すると、4800円となりました。おめでとうございます。ただね、ちょっと待ってください。はい。送料無料にしてるんです。誰が払うんって。ボンシュールですよ。はい。今こちらね、改めて計算し直しましょう。4800円が入る形ですけども、ヤフオクのシステム手数料ということで、こちら 10% が引かれます。なので、4800円から480円を引いた4320円がまず入るはずなんです。入りますが、そこに梱包したりとか、送料ですね。特別な墓を買ったりとかね。そんなことをひっくるめると、送料が1515円となりました。なのでこちら4320円から1515円を引くと残りは2805円。なんか安い気がするということでね、ボンシュールはね、もうちょっと行くかなと思ったんですけど、残念な結果となりました。なので皆様、まあね、どんな金額になってもいいよっていう場合はね、ボンシュールのような感じでオークション出してもいいと思うんですけども、まあ絶対この金額で売りたいなっていう時は、まあね、メルカリを活用してもいいのかなと思いますので、まあ、皆さんお好きなような形で出品してください。絶版品がこんだけあってね、今手に入らんのよ。2805円は安いわ。